シーズン6開幕だ。早速新レジェンドのランパート使ってるじゃねえか。しかも新エリアに降りるとレタカ満載のムーブとなっております。こいつがジャンプマスターやったわけじゃないけどね。敵も被せて降りてきたわね。すぐに武器取って横のやつからサクッと倒させてもらうわ。武器ガチャ失敗。助けてー。見事なアタッチメント詰め合わせボックスだったな。お中元にぴったり。そんなお中元いりません。お、運よくハボック残ってたな。なんか初手紫アーマーじゃ。こちとら天下のエネアモ武器ぞ。そう、世はまさに大エネアモ時代。ハボックはタボチャついてなかったら前と変わらないんじゃ。変わったと思い込めばあらっきり3倍ハボックもリコイル制御ができちゃいます。じゃあ未来永劫を思い込み続けてくれるかな。あ、ちなみにこの動画はディボーション弱体化前となっています。くそ、言わなきゃバレなかったかもしれないのに。さすがにバレるだろ。弱体化しても使える性能だといいけどね。せっかくケアパケ武器から戻ってきたからもっと使いたいからね。とか言ってる間に敵をダウン。あと一人かな。お、ナイス。あれ、今乗って味方が倒してくれたよね。さてそれはどうかな。そう思ってるのは霊夢だけかもしれないぞ。なんで急に親切な NPC キャラみたいになったんだよ。我々から信頼を勝ち取りたければ依頼を100件ほどこなしてもらわなければな。どんだけ信頼されてないんだよ。てかなんでそんなに信頼されてないんだよ。人からの信頼が一朝一夕でいられると思うなよ。日々の積み重ねが大事だからな。リアリズムの境地とか言ってたら敵グラハからスキャンが飛んできた模様。やっぱりさっき敵倒したの味方じゃなくてレシパじゃねえか。私たちから信頼を得られていたらこの情報が早く手に入っていたんだがな。100件の依頼をこなさなかったからバッドエンドルート入っちゃったな。100件の依頼こなしてる方がよっぽどバッドエンドでしょうが。あ、ちょっと私も上乗りたかったんですけど。駆け込み乗車はご遠慮ください。信頼が足りてなかったな。そんなシステムではないでしょ。そう、これ他に上がる手段あるのか。近くにあるジップラインで上がれるはずだぞ。同じところにたどり着けるの。心配はいらない。例えば霊夢が大阪へ行くとする。いろんな乗り物や道筋がある。だけどどれを選んでも方角さえ正しければ大阪へ着けるんだ。それはせわしくん理論だろ。安心して登っていいぞ。安心できるか。現代でも解明できてない超理論だろ。え、ジャイコ来ちゃった。ジャイコは来てねえよ。そんなことより早く味方と合流した方がいいよ。のび太くん。誰がのび太くんだ。せっかく一部隊倒したのにこんなところでダウンするわけにはいかないからな。たとえエネアモ10発しか持ってないやつでもいないよりはマシだろうしな。私エネアモ10発しか持ってないのかよ。なんでお前が驚いてるんだよ。お前の持ち玉だろ。気づいたら全部吸っちゃったんだよな。玉補充しなきゃ。パチカスか。てかもはや玉の補充なんてできないだろ。だったら増幅バリケードを展開。これによって1発のダメージを増強。必要な弾数を最小限にすることで敵をダウンまで持っていけるって寸法よ。しかも扉前にバリケードを置くというランパートのお得意戦術を使って新シーズン感も目いっぱい醸し出すことができる完璧な作戦だな。扉の前で様子を伺ったお前の負けがバンガロールよ。しまった、弾足らなかった。何が完璧な作戦だ。全然ダメじゃねえか。作戦自体は良かったのに実行したのが霊夢だったのがダメだったと思われます。おい、全ての罪を私になすりつける気か。てかお前この後どうするんだよ。マジで戦力外じゃねえか。弾も投げ物も何もない。冗談抜きで何もやれることがない。いや、やれることならまだあるぞ。なんだって。そうだ、私にはまだこの拳がある。さっき削ったバンザロールは拳に発見内だったのを見逃してないぜ。すまんが、ここで仕留めさせていただく。よし、よしじゃないよね。スカスカ言ってたよね。スカスカ真剣を売り味方に倒してもらうだな。それならもはやお前の技である必要がないだろ。弾をよこせー。お前は何この状況でフィニッシャー入れてるんだよ。これでシールド回復してるんだよ。体力ミリしか残ってなかったしセルも持ってなかったからな。マジで何も持ってねえな。でもご安心ください、エネアモを補充できたのであとは霊夢さんにお任せ。お任せも何も味方二人ともダウンしてるからお前がやるしかないんだよ。エースが負傷したからベンチのやつが打つしかないみたいなパターンだな。選手の層が薄いじゃねえんだよ。誰がベンチだ。違う、この人ダウンしてるやつだ。ベンチさん、誰がベンチさんだ。ハッターすぞ。今ので敵は全部倒せたみたいだね。開幕から忙しすぎだわ。その後一人倒すもまだ物資が足りない。霊夢、トンネルあさりに行きましょ。残り3部隊でそんな余裕あるのか。あれ、なんか足音が聞こえる。なんでこんなところに敵がいるんだ。でも一瞬で倒せたな。やっぱりディボーション強いわ。あ、ちなみにこの動画はディボーション弱体化前となっています。それは冒頭でも言ったでしょうが、2回も言わなくていいんだよ。ディボーション使うにあたって改めて報告しておかないとな。じゃあ冒頭の報告の方はいらなかったことになるだろ。そこに気づくとはお主天才か。え、いや、へへ、真に受けてんじゃねえよ。お世辞と冗談のハイブリッドだっただろ。それはもはやどういうことなんだよ。あれ、ひょっとしてもう一部隊もトンネルの出口から撃ってきてない。ということはここで上から出れば撃ち下ろして楽に勝てるのでは。そんなことはなかった。なかったのかよ。助けてー。遮蔽物がなくて車線が切れない。壁立てたらいいんじゃないのか。立てたそばから壊され続けて今に至るからな。この増幅バリケードが展開できればまだチャンスはある。間に合わなかった模様。まあ前線した方なんだけどな。前線したがゆえに長引いてカットになっちゃったんだけどね。悲しすぎるでしょ。
はい、では気を取り直してもう一戦やっていきましょう。開幕で新武器のボルト拾えたな。強いと噂になってたけどどんなもんなのかね。リコイル制御わからないわ。ほとんど縦反動だけじゃなかったか。とりあえずこのアイアンサイトのカブトムシみたいなのが見づらくない？夏だからカブトムシ型にしたんだろうな。そんな理由でアイアンサイトの形は決めてないと思うよ。遥か未来、地球から遠く離れた星でバトロワを繰り広げるようになっても人類は未だにカブトムシの魅力に抗えずにいた。やっぱり夏になったら山にカブトムシを捕まえに行くのは必須イベント。避けては通れなかったか。クワガタはなかなか見つからないから手堅くカブトムシにしたんだろうな。さっきから何の話をしてるの？敵全滅しちゃったかな？いやまだいるみたいだぞ。ならばとりあえず壁を置いて前線を押し上げてる感を醸し出す運動。なんで急にラジオ体操みたいなテイストになったんだよ。続いて2階にいるブラハに雑に突っ込む運動。なんで雑に突っ込んでるんだよ。面倒くさくなっちゃったのか。効果力 SMG 持ってる時はこれが一番早いと思います。困った時は火力に物言わせるのが最適解みたいなところあるからな。困ってる時点で最適解じゃないだろ。この武器跳ね上がるとカブトムシで敵見失うわ。何かしらサイトはつけたいよな。ボルトのアイアンサイトをカブトムシっていうな。今ので敵は全滅できたみたいね。早くボルトの反動になれたいな。やっぱりディボーション最強。おい、ボルトどこ行っちゃったんだよ。落ちてたからつい。ついじゃねえだろ。新武器捨ててんじゃねえよ。いや、ディボーションがあまりにも強いからしか。おい、このお知らせは3回目でしょ。いい加減いらないだろ。3回目はテロップ形式にしてみました。形式変えればいいってもんじゃないでしょうが。てかどんだけディボーション使ってるんだよ。弱体化挟んじゃったからボツだろ。甘いね、マリサ君は。あ、気づかなかったようだね。今日の私は一貫してイネアモ系の武器しか使ってなかったことに。そう、私は強すぎるディボーションに弱体化が来ることを予見していた。この動画はイネアモをコンセプトに掲げることによってグリップをボツにならないようにするリスクヘッジのたまもの。事前に会議しておいてよかったな。くだらないことしてる暇があったらさっさと撮影して編集しろバカども。新シーズンが楽しすぎた。やかましいわ。やっぱディボーション強いわ。そりゃ弱体化も来るよね。しかもこれでタボチャついてないからな。早く弱体化したディボーションどんなもんか試してみたいわ。それを確かめるのはこの動画が投稿されてからだね。我々は動画の編集が終わるまでゲームしないという縛りを課さないと動画作れないからな。そんな天女呪縛みたいなシステムで動画を生み出してたの。そうしないとお前らすぐサボっちゃうだろ。すいません、何を言ってるか聞き取れませんでした。急に片言になって、業務今すごい流暢な英語喋ってなかった。おい、敵に有利ポジとられちゃってるぞ。でも敵は一人倒してるから人数有利は取れてるはず。いや、そんなことより英語、戦闘が始まってるんだから集中して。そう、バッテリー巻き終わったらミニガン出すわ。前半の試合はミニガン使う暇なかったからな。どちらかというと上からの方がミニガンはぶっ刺さりそうだけどな。それでも顔は出しづらくなるはず。とにかく弾幕張れるからな。撃ち始める前に撃たれないようにグレとか投げておこう。一旦顔引っ込ませたいね。リボで十分なダメージでそうじゃなかった。細かいことはいいんだよ。とりあえずミニガンぶっ放したいだけだからな。それ言ったおしまいだからね。さあ、ブロックバリケードで火力が増したミニガンに震えるがいい。もはや銃を撃つ暇なんか与えないぞ。本当に凄まじい弾幕だよね。めっちゃ楽しいわ。シールド割った。間髪入れずに味方が狙撃でダウン取ってくれたぞ。図らずも味方と完璧な連携を取ってしまったというわけですね。味方が強いって話だよ。ジップライン引いてすぐに距離詰めに行ってるしね。私も後ろからしっかりと援護する所存でありますと思ったらもう終わってたわ。何もすることがなかったな。せめて各キル入れて仕事してる感を出しておこう。これで敵はあと1部隊だね。味方も強いしもうガンガン行っちゃおう。流れに乗って押せ押せな感じになってるな。シールドの耐久値減ったからどの道攻めた方が強いかもね。環境かなり変わったからそういうのもあるのかもな。一人ダウンした。これはいけそう。シーズン開幕1発目だからチャンピオン取りたいな。弱体化前のディボ使ってるしな。それはもういいから。ああ、敵もディボーション使ってる。強いからみんな使ってるからな。己貴様かー。ダウンしてる人だったわ。見ればわかるだろ。動いてるものを反射的に撃ってるだけだからな。動物か何かかな。とか言ってたら味方が倒してくれたわ。味方強かったな。それじゃあ戦績見て終わろうか。ダメージとかは前半の方が多かったんだな。後半は割とスムーズに決着がついたからね。何にせよチャンピオン取れてよかったね。こんな感じでカジュアルとかランク戦とかやってるからよかったらチャンネル登録や高評価してくれると嬉しいのぜ。最後までご視聴ありがとうございました。